さあ始まりましたパッサンチャンネルです。今日はですねこのマジェスティですね、これ出品しますんで、出品にあたり動画を作ります。厄よくに添付するような動画です。今バッテリー外してるんですけど、バッテリーの新品をですね充電中です。この新品のバッテリーをつけて納品したいと思います。今回落札してくれた方にはですねこの、2040っていうちょっと固めのオイルを、プレゼントで、つけたいと思います。オイル漏れのねあのなんか持病みたいなのが小まじはあるらしいんですけども、このオイルでぜひ次の方を試してみてください。はい、マジェスティ125です。足回り綺麗ですね。タイヤの山も全然山あります。フォークも大丈夫ですね、にじみありませんね。外装も綺麗です。マフラーはですね車外の JMCA の認定のマフラーがついてます。エンジンの方はですねちょっとカスタムが結構入ってるみたいですね。メーターは1万8000走っております。はい、ブレーキ各部ですね問題はどこありませんね、はい、全部各部は感動してますね。大丈夫ですね。はい、はい、ただですね入ってきた時は大丈夫だったんですけども、ここねロックのところのワイヤーがちょっと切れちゃったんで、ここわざと今外してるんですけど、パーツ入れてるんでよかったら変えてください。これね、こうワイヤー変えたらロックかかりますんで、ここちょっと不具合です。でもまあ最初ちょっとエンジンかかりにくかったんですけど、温めたら普通にかかるようになりました。じゃあちょっと走ってみたいと思います。プロの方がですねエンジン全バラして、シリンダー組み替えてます。でエンジンも全バラしてくれてて、オイル漏れがどうとかって話もあったんですけど、全然オイル漏れしてないですね。全然大丈夫です。まあ、気になる方はオイルちょっと粘度の硬いのに変えてみてください。やっぱシリンダーとかエンジンだとか綺麗ですね。異音なく普通にエンジンかかっています。山も前後しっかりありますので、気になる方この車両格安で販売しております。でこれ買ってくれた方にはですねもう一個シリンダーみたいなシリンダーピストンセットが入ってるんで、これちょっと添付しときますんで、はい、これを使うことも可能です。はい、結構これお買い得じゃないでしょうか。はい、格安スタートしておきますんで皆さんよろしくお願いします。あれライトはこれはどうつくんかな、こうかな、あライトですね。ライトオンオフ機能ありますね。ライトついてます。はい、各部感動か全部ちゃんと動きますね。なのでちょっとねこういうの好きな方はぜひ拾ってみてください。まだまだどんどん出品していくんで、僕の、ヤフオクの、アカウントもフォローよろしくお願いします。コッソンちゃん。